おはようございます。栃木のたけし農場です。今日は3月31日です。でね、うっかり見落としてたんですが、プルーンのね、花が咲きましたいつもですとね、もう咲きそうになるとね、ちょこちょこ畑行って見てるんですが、ここね、もう毎日畑に出てるんですけど、うっかりしてね、見落としちゃって、もうかなり咲きましたよね。だから実質咲き始まったのは3、4日前なんじゃないかなと、今週の頭あたりに咲いたんじゃないかなと思うんですけどね。はい、咲いちゃいましたっていう動画ですいつもですとね、追跡調査してね、咲く前から あと何日で咲くよなんてね、動画撮れるんですが今回はもううっかりしてまして、もうしっかり咲いちゃいましたっていうね、動画になってます。はい、こちらあれ同じ品種じゃなかったのかな、あと1本あるんですけどね、日本プルーンあるんですが別の品種だったかな。なんかね、買うときは一応気にして買ってくるんですがもう植えてしまうと途端にね、品種忘れるという。でもこれはね、ちゃんとした種苗メーカーさんのプルーンなんでね、もう由緒正しき品種なんでねはい、そんなことで、あと1本と言いますか、こっちがねちょっとまだ花遅いんですよ。はい、こちらあと1本ね、これが竹志農場が植えたプルーンです。はい、あとね、姉が植えたプルーンがぐるーっと回ると、よいしょ、はい、こちらのプルーンはまだですね、全然その毛ないですね。でも多分枯れてはいないと思うんだよな枯れてんのかな、ちょっとね、目も膨らんできてないよね。なんか枯れてんのか、おかしいねもう目膨らんできていいんですけどね、枯れちゃったのかな、マジでやばいぞと。去年はね、ちゃんと葉っぱ出たんですけどね、もう今年はなんか、ちょっとこれやばい感じがする芽が出てないぞでもこれ毎年遅いんですよ。芽が出るのも遅いしね、花が咲くのも遅いし、多分枯れてはいないと思うんですけどね。これがね、竹志農場のプルーンの中では一番大きい枝です。枝っていうか木ですね。それとあとこれもプルーンだと思うんだよね、このちっちゃいのもね、これもプルーンだと、ごちょごちょっとなってるのもね、これもプルーンだと思うんですけどね、これも一度も実がなったことないです。ですからまあ、この古い木はともかくとして、この新しくね、竹志農場が買ってきたこちら、よいしょこちらとこちらね、これはまあ今年いい花咲いたんでね、うまく実がつくんじゃないかなと思ってます。はい、そういうことでね、2、3日遅れになりましたけど、プルーンの花が咲きましたという動画でした。もう一回ねちょっと寄ってみますね。はい、こんな感じでね、花が咲きましたという動画でした。はい、お付き合いありがとうございました。よいしょ。